おはようございます。3月26日日曜日、おチャンネル通信、ちむちむチャンネルさんでも扱わないようなネタで攻めていきたいと思います。今日のおこんだてはこちら、町ガチャ in 小千谷、県内で初めて実装されたコンテンツみたいなことでいいんでしょうか。町ガチャシリーズは、多分これが、初めてだと思います。まさかこんな身近で、目にすることができるとは。早速昨日聞きに行ってきました、イシシと。こちらのガチャマシンが設置されているのは、皆さんご存知、手打ちラーメン昇龍さんです。他にも設置している場所はあると思うんですけれども、他は知らないので、まずこっちの方に来てみました。もう初回入荷分はもうすぐに売り切れたみたいなんで、またその次の入荷がされたかどうか分かんなかったんですけども、行ってみたら、なんとかありました。結構もう回してだいぶ減ってましたけれども。で、欲しいアイテム、一番は、昇龍です。昇龍の、マスコット。他のラインナップはどんな感じかというと、こちらの写真の通り、小千谷市にある、企業というか お店のデザインだったり、商品だったり、あと変わってるのが、小千谷駅前にあるその連絡通路のそのデザイン、錦鯉のデザインのマスコット。もうお店でも何でもないんですけれども、そんなのも、ラインナップされてます。こちら1回300円。だいたいこういうカプセルトイの標準的な価格帯です。で、ここに来ますと、まず、平均単価1000円ぐらいのラーメンを、食べまして、でその後に1回300円のガチャを3回回したとすると、もう客単価2000円以上になってしまうという、ラーメンを食べに来ただけなのに、なぜか使うお金がなんか2000円3000円以上になってしまうというのが、こちらの昇龍さんでございます。他にもいろいろ売ってるものがあるんで、以前はもう T シャツとかも買ったりしましたし、そんないつ来ても楽しい昇龍さんなんですけれども、こんな感じでガチャを引いてみましたので、ちょっとご覧ください。もう中がスカスカなんで、次にだいたい何が出てくるかのがもう分かってしまいます。お目当ての昇龍も1個入ってるのが分かったんですけれども、もうすぐ次に出てくるかっていうとそうでもないんで、3回4回ぐらい回さないとなんか出てこなそうな感じなんですけれども、なんとイシシワンプレイ目で昇龍ゲットしました。隠れてて見えなかったんですけれども、次に出てくるところにどうも昇龍がセットされてたみたいです。でそうなるともう昇龍あと1個しかもう入ってないん でそれを当てようとすると、もう多分ほぼ全部回さないと出てこないような感じになっちゃったんですけれども、なんとイシシが社会人パワーで突しまして、あと1回回せば昇龍が出てくるところまで準備してくれました。それを私が300円で引くという、これが大人のやり方です。そんなわけで無事に私昇龍ゲットしました。こちらのマスコットモチーフは、昇龍の名物メニュー、ドッカンラーメン。もう見るからに美味しそうなデザインをしてます。我々が回したおかげで、もうほぼ上の段はもうすっからかんになりました。あと他のアイテムで当たりなのが、山崎味噌。
もう新潟県内ではもう超有名な、味噌メーカーです。山崎味噌。もう YouTube で検索するともうすぐに、CM の動画が出てくると思います。もう知らない人はいないぐらいの、有名な CM です。気になる方はちょっと検索してみてください。でそれ以外だと実は私としてはそんなにあと欲しいアイテムっていうのはこのラインナップでは、ありません。あとクレープ屋さんで、星のやパーラっていうのがあるんですけれども、これだったらちょっと欲しいかもしれません。星のやパーラ一回だけなんか行った記憶がありますけれども最近は全く行ってません。クレープ屋さん確かクレープのバリエーションがなんか50種類だか80種類ぐらいだかなんか超たくさんあるのでなんか有名だったような気はします。もう昇竜ともう距離的にもすごい近くなんでもうこの辺来たついでにもうどっちも行けるって感じです。もう昇竜でラーメン食べて、クレープ食べて、死亡遊戯を楽しみましょう。というわけで、今回は、町ガチャ in 小千谷をちょっと紹介してみました。欲しい方いましたら、ペイペイフリマで、出品代行対応可能です。あとですね前回だかの放送で、紹介した、堺製規制スーパーササダンゴマシンプラも完成しました。こんな感じです。まあ、これについての、まあ、詳しいレビューはまた次回あたりに、気が向いたらやりたいと思います。今回は映像だけ。まあ、パッと見もうプロポーションはもうかなり秀逸、もう本人と見分けがつかないぐらいのクオリティだと思ってます。まあ、パーツの構成とかはまだ課題の残るところですけれども、まあ、完成した立体物としてはなかなかのクオリティ、非常によくできてます。笹団子マシンさんは結構テレビとかに出られてるんですけれども、せっかくの新商品なのになんか検索してる人が全然少ないような感じがします。ツイッターとかインスタに写真アップしても全然いいねがつかない、もうフォロワーさんしかいいねがつかないという、もう新規のいいねがつかないんで、もうほぼほぼ検索されてないという、もうちょっと盛り上がるかと思ってたんですけれども、うん、ちょっと苦戦してます。引き続き情報発信の方はしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは今日はこの辺で終わります。これからまた勝利にラーメン食べに行くかもしれないんで、これで失礼します。それではまた次回までごきげんよう。バイバイ。笹団子マシンサンプラも1体、12,000円になりましたのでよろしくお願いします。